それではこのお時間からは毎日展望をお届けしてまいります。本日も解説していただきますのはスポーツ報知の長谷昭則記者です。長谷さん、本日もよろしくお願いいたします。さあ、 G3 オールレディス第15回恵比寿吉和杯、本日2日目を迎えました。さあ、長谷さん、はい、2日目を迎えたわけなんですが、うん、さあ昨日の初日なんですが、雨が降ってはいたんですが、うん、今日は上がって、そしてちょっと予報では夜ちょっと風が強くなるような、あ、風が強くなるか、予報に上がってるんですけど、ちょっとそこも気になるところですよね。あ、この季節で、まあ、今風が吹くと言われたけど、うん、雨が上がったらね、気温下がって風が吹いてね、はい、まあ、風もね、対岸からの横風なんでね、うん、スタートが難しくなったりとか、はい、あまり強くなっちゃうとね、本当スタートすぐにね、こう斜めになっちゃうんでね、スタート難しくなるんですよね、はい、なるほど。ちょっとね、その辺もちょっと気になるとこなんですが、うん、さあ初日のちょっと振り返りをしていきたいと思います、はい、さあ初日1号艇の勝利は8本でした、うん、さあそんな中唯一連勝発進を決めたのが河野芽衣選手でした。はい、はい、改めてご覧になっていかがでしたか？何が河野選手の、まだすごいよね。インが8勝しました。そんな中連勝、河野芽衣選手、はい、もうまとめたね。はい、昨日はね、河野選手は、まあ、刺してと、はい、まあ、逃げてと、うん、船足もなんかいい感じしましたね、うん、昨日は河野さんだけが連勝して、はい、2回走りで2連敗もいなかったというような、そうなんですね、あれ意外となんかちょっと波乱だったの、うん、っていう感じですよね。そうでしたね、うん、さあそして初日、第12レースにはですね、エビスドリームが行われたんですが、昨日は4号艇の武井奈美選手が4コースからまくりを決めて1着でした。スタート決めてドーンと行きましたね。はい、昨日はまあ12レース中まくりが3本決まってね、うん、あ、1レースはまくりで、最後はまくりでね、うん、まくりで始まり、まくりで終わったという感じですよね。そうでしたね。さあ昨日ね、長谷さんには、第12レースのエビスドリーム予想を上げていただいてたんですが、はい、見事狙い目の方が的中と。よかった。武井さんのあのスタートはね、早いっていうので、ね、ちょっと押しててね、うん、またまた遠藤選手はスタート遅れですよね、はい、まあ、武井さんが出てるっていうわけじゃなくて、うん、スタート勝ちというような印象でしたね。なるほど、そうなんですね。さあということで本日も熱い戦いにご期待いただきまして、最終レースまでお楽しみください。長谷さんには今日は注目レースを挙げていただきましたので、まずはそちらのフリップからご覧いただきましょう。さあ長谷さん、今日の注目レーサーなんですが、松本明恵選手を挙げていただきました。注目ポイントをお願いいたします。まだまだ勝負はこれからよ。はい、さあということで、ちょっとごめんなさい、私なんか変なあれですか、一面出ました。あ、もう新しい一面を見れて、私はもう幸せな気持ちが、はい、たくさんあるんですけれども、つい出るんですよね。すいません、もう、はいはい、さあダブルドリームということで、本日の第12レースでは、うん、エビスドリーム第2弾があります。昨日もエビスドリームじゃなかったの、はい、今日は、昨日もエビスドリームで、今日はカタカナのエビスドリームになっております。昨日は漢字のエビスだったんだ、はい、今日はカタカナのエビスドリームになっております。エビスドリーム、ね、なるほどね。はい、あ、そっか、第12レースのドリーム戦を挙げていただきました、うん、さあまずは松本選手ですね、挙げていただきましたけれども、昨日はどうしてか分かります、見出しこれ書いてるの。昨日がですね、5着6着と。そうなんです、昨日はまさかの大敗でしたよね。そうでしたよね、まあ、船足はね、ちょっといい人と比べて分が悪いかなとは思うんですけど、そんなにね、うん、悪い足じゃないと思うんですよ、はい、だからここでまだね、今日しっかりと巻き返していただいてね、うん、優勝戦線ちゃんと食い込んでいただかないと、強い選手ですからね。そうですよね、はい、さあそして、まずここ侵入なんですが、動きはなさそうですね。本日ね、馬場さん、やっぱり、はい、あの女子戦っていうのは、うん、ピット離れでは極端にない限り、うん、昨日は前付け行く選手いなかったんですよね。それを思えばここもね、うん、まあ、ピット離れ同じなら進入は枠なりかなと思います。はい、さあまず印なんですが、けれども1号艇の松本選手から、ね、やっぱりインの強い選手で、はい、まあ、今季ね、今季はまあインの1着率が 83% あるんですよ、うん、18走インに入って15勝していると、はい、強い選手ですね、はい、ここはね、フライング持ちもいませんし、うん、ダッシュ勢にスタートで襲いかかってきそうな選手もいないんですよね。なるほど、船足では松本選手は普通くらい、はい、土屋選手はね、うん、前肩から行き足が良くてスタートがしやすいと言われてました。なるほど、雲野選手はね、はい、
目が合った瞬間良くないって言ってますね。あ、そうなんですか。やっぱりちょっとキレキの良くないモーターなのでね、はい、なおかつ女子戦でみんな出してくるんで、それがやっぱちょっと足りませんねとか言ってましたね。そうなんですね。廣中選手も、はい、ちょっとゾーンが狭いのかなって言われたし、ちょっとピリッとはしませんね。はい、船橋ではやっぱり5番と6番がいいと思います。なるほど。ただ今日は先ほど言われたように、うん、風が強くなる可能性があるんですよね。はい、水面が荒れた場合はやっぱり内側がしっかりとスタートいけば残せるかなと思いますね。はい、行き足いい土屋選手がまあ2コースから続くのではないかと、うんうんうん、で先ほど言ったように5と6がモーターいいしね、はい、1がいいのは3番4番のこの A1 レーサーなんですけどね、うん、だからちょっと一応 1-2-0 という形でまずは入りましょうか。はい、わかりました。さあ 1-2-5-3 着目は流しっていうのはちなみに5と6がモーターはいいんですけど、うん、センター勢は1がいい A1 ですからね。なるほど。だからちょっとここは手広く1-2-0って言った方がいいのかなと思って出しましたね。はい、わかりました。さあそしてもう一つフォーカス上げていただいております。ここはちょっと狙い目っぽくなるんですけどね、うん、モーターがいい河野選手、はい、昨日唯一の連勝者ですよ。はい、河野芽衣さんの芽衣の命は唯一の優位ですからね。本当ですね。本当に言ってました。前回大村の九州地区戦も出てなくて苦しんだんですよ。はい、今回はそれと比べたら余裕がありますね。一番いいのはターン回ってからの回転の上がりが早いんでね、はい、刺してヒュッと前に行く足があると、うん、で浜田選手これねコース上記50号機でね、はい、私がしっかりペラを合わせられればいいと思う、ただそのペラ調整は難しいんですよと言ったけど、はい、合わせてくると思って1-6も入れましょうか。うん、なるほど。さあということで、本戦の回目、このように、いただいております。まずはここは1号艇の松本選手、頑張ってしっかり押していたいですね。はい、そうですね。勝ってにっこり恵比寿顔ってところですかね。はい、素敵な締め終わりありがとうございます。さあ今日の注目レーサーなんですけれども、第12レースの恵比寿ドリームに出場いたします松本明恵選手を挙げていただきまして、ご覧のフォーカスを挙げていただきました。ぜひ皆様予想の参考にされてください。さあ橋さん、今節一発目のあれいきたいと思いますよ。はい、せーの、困った時の長谷田の実。さあ始まりました、困った時の長谷田の実。まあね、オープニングで話したんですけれども、はい、昨日もねしっかり狙い目的中で満州的中しておりますので、あーとね、ほんと今節もね当てたいですよね。当てたいですね、いい流れにですよね、乗っていきたいですよ ね、はい、ね。さあ気になる今日の困った時の長谷田の実のフリップをご覧いただきましょう。うん、さあ今日の困った時の長谷田の実なんですが、第11レースを挙げていただきました。はい、ここにはね、うん、昨日のね恵比寿ドリームで出場したね、はい、武井選手と遠藤選手が登場するんですね。また再戦となりますよね。はい、今度は武井選手が1号艇で登場します。はい、先ほど言ったように、まあ、ピット離れで大きく変わらない限りはね、うん、進入は枠なりということは、イン武井選手 VS 角遠藤選手、なるほど、というレースになりそうですね。はい、ただ武井選手はインでは22走連続2連台中しっかりとやっぱり船券に絡んでるんですよね。強いですよね。ただ船足このね、僕の中ではコース上記だからいいと思ったら、昨日ね、はい、いやこれどうなんですかって言われたんで、いやこれ前日出てたよって言ったら、いや出てないんですけど私ってそれはなんかあらどうしたのって感じでペラ叩いたんですけどね。はい、うん、でもまあちょっと昨日の前半レース確かにいい選手と競ったら足巻きしてたなという雰囲気はありましたね。ただインコースなのでスタートしっかり行って先に回ってもらいましょう。なるほど、やっぱり今の彼女は乗ってますからね。そうですよね。でやっぱり遠藤選手がやっぱりライバルでしょうね、最もライバルでしょうね。最高評価ですね。あ、だから倉田選手これ船足いい感じですね。見ててなんかレースしてしっかり前に押してる雰囲気がありますね。新田選手昨日インから逃げましたね。はい、まあ悪くないけど、うん、普通くらいなのかなと気がいたしました。なるほど。中川選手ね、最近ね、まあ、勝率もね6点持ってて好調なんですけどね、はい、昨日は5着6着出足がいまいちかなと思いました。はい、だから、まあ、プロペラ調整でどこまで上積みできるか、うん、出口選手もね、はい、彼女もスタート早くて魅力的なんですけどね、うん、船足はね普通なのかな、うん、ちょっと6コースからだと、まあ、展開がないと厳しいのかなと、はい、悪くはないんですよ船足はね、うん、ということでね、やっぱりコース有利なのが2番なので、まあ、本命の回目は1から4、3、2と収集回ってる選手、2、3着で出しました。わかりました。さあ、そして狙い目です。
ちょっと古いんですけどね、はい、やられたらやり返す倍返しだという言葉がございましたよね。ありました。とても流行る言葉がありました。昨日遠藤さんは加藤から武田さんにドカーンと言われたんで、今度私が行くわよと、はい、と言って攻めていくのかどうか。ただ、うん、遠藤さんというのは何でもできる人なんですね。まくりもできる、刺しもできる、まくり刺しもできる、うん、だからうちがうまく残してまくり刺しなら1と3が残すし、うん、まくってくれたら出足はいまいちでも5番に展開が向くのではなかろうか、うん、なるほど。本当は4、5、6まで来たかったんですけど、うん、今ちょっと点数絞って4の頭から1、3、5の2、3軸、はい、でもう一つ、はい、倉田選手がこれ船足いいんでね、ちょっとうまくまくり差しとか差しで入れたら、はい、船足で狙えるのは3番かなと思ったんで、ここは314と341というフォーカスも出しました、はい、まあ、このフォーカス見ればね、うん、1番と3番の4番のちょっと争いなのかなという気がするんですけどね。なるほど、そうなんですね。わかりました、ありがとうございます、はい。ということで、困った時の長谷田の実なんですが、本日の第11レースを挙げていただきました、本戦の買い目は1号艇の武井選手から、そして狙い目では4号艇の、遠藤選手、そして3号艇の倉田選手からのフォーカスを挙げていただきましたので、ぜひ皆様、予想の参考にされてお楽しみください。さあ、2日目の本日も毎日展望をお付き合いしていただきましたのは、スポーツ報知の長谷明記者でした。長谷さん、本日もありがとうございました。